はいどうもリーベです。 FIFA21 続きやっていくんですが、キャリアモードね、なんですけども、あの交渉が非常に難しいんですよね。あのウィーレだったら、あの欲しいって言って何日か後に結果が来るみたいな、そういう感じなんですけど、これちゃんと自分で交渉しないといけないんですよね。で、移籍金、これ今ゴンザレス選手が欲しいなと思って、まあ交渉に行ってるんですが、移籍金をまず1,450万ドルなのかな。で、これだと多分適用するとお金だいぶ減っちゃうんで、ここはあえて1200でどう？これでオファーを提出。1200万ドルでいいよね。1,100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 ,
金そんなないぞ。うえー、ダメ。定額って言ってもちょっとしか買わない、もうかわいそうっていう感じでですね、本当に交渉が難しいっていうのと、やっぱり英語読みがなかなか大変っていうので、なかなか選手に愛着が湧くのかどうか分かりませんけども、まあ、とりあえず進めていきましょう。まあね、さっきの選手獲得できなかったんですが、試合の方がねやりたいので、で一応ね、1人獲得はできたんですけど、まあ、こうやってねいろいろ交渉してきてるんですが、あ、トレードもあるね。トレード、いやまあでも拒絶したるわ全部。まあでもお金も必要だから、こういうのをね、オファー受けてもいいかもしれないけど、ザザとかね貴重な選手なので、主力をねさすがに外すわけにはいかないので、なので進めましょう。さあ来た、セリエ A の初戦ということで、記者会見ですね。これシーズン終了時にウェファヨーロッパリーグへ出場できる順位を確保できるでしょうか。いやそれはできるよ。出場を狙ってるチームを驚かせるでしょう。ウェファヨーロッパリーグの出場を狙うチームにとって我々は脅威となるでしょう。簡単な仕事ではありませんが、はいはいはい、前の試合は接戦でした。黒島の戦で戦術に変更があるのでしょうか。それは教えれないよ、教えれないけど、学ぶべきことが多くある。チームの士気は最高だ。1点差での勝利だったことでチームを客観的に見つめ直す、これまで移籍市場では積極的に動いていません。新しい選手を獲得するのですが、まあうまくいってると言っとくか。このままでも問題なくシリーズを乗り切れるでしょう。本当は欲しいけどね。探求者。よし。この右サイドの選手を新しく獲得したんだけど、アルバーズっていう人なのかな。18歳で、もう右サイドがいなかったんで。はい。で、あれですね。フォーメーションも変えて、こんな感じに。4-4-2じゃない、4-5-1 か。フラットにしました。まあね、トップの選手が少ないってのと、まあ右サイドいないですけど、こんな感じで行こうかなと思います。で、センターバック鋭さ0の選手を大丈夫なのかな？鋭さがさ、すごい差があるんだよね。29とか。この辺は85とかさ、一番上のベロッティ84だからね、キーパーのって91だから、まあ、それを思うとね、まあ、ゼロってどうなのって思うけど、まあこれでいきましょう。初戦です。目の前には間もなく熱戦が繰り広げられる緑のピッチが広がっています。スタンドは試合開始を待つサッカーファンで埋め尽くされました。この試合は E スポーツの完全中継でお伝えします。皆さんこんばんは、お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。
解説はおなじみ福西さん。さあ、いよいよ始まりました、セリエ A の戦い、開幕ですね。いやー、まあね、この日を待ち望んでいたんですが、まあ、ちょっとね、FIFA にまだ慣れていないという部分があるので、マスターリーグずっとやってたんでそれを思うとね、一個一個の演出すごい長いんですけど、まあ、できればね、2試合ずつやっていきたいと思ってるので、まずは1試合、初戦第1節、開幕戦をやっていこうと思います。さあ、いよいよ始まります、セリエ A の開幕です。いきましょう。よーし、まあね、選手とか獲得できなかったかもしれないけどね、とりあえずね、1年目はね、もう伸び伸びとやっていこうということで、どっちかっていうと右サイドからの攻撃の方が、いや、左サイドからの攻撃の方がいいと思うので、あれなんですが、クロス上げてきた、惜しい。さあ、ここさらにコーナーキックのチャンス、ヘディングきた、惜しい。結構惜しかったね。中で16番、きた来た、ベロッティ、うわー、振り向けなかったか。よしよし、落ち着いている。ちょっと危なかったけど、縦入れて来た、シュート、よし、こぼれたところ、よいしょ、来た、ゲイ、よし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 、リポーターの声を遮って、こちらのゴール、トリノ開幕戦の先制点を入れることができて、よかった。よしよしよし、いやー、いい開幕を迎えたんじゃないですか、これ。さあ、行きましょう。左サイドから行って、来た、来たか、よし、よし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 、オフサイドかと思ったけど、オフサイドかと思ったけど、よー、ベロッティ決めた、これはでかい2点、これはでかい2点、いいね、うまいパスがつながった。よしよし、だから試合よりもこのキャリアモードの進め方っていうのがちょっとわからない感じがあるので、その辺がどうなるかっていうところ、うまく1年回せるのか、お金がさ、まずドルだから見づらいんだよな。しっかり守備、あーっと、ここはつながれていく、つながれていくが OK、縦、逆サイド行こう、逆サイド、いい逆サイドへの展開、来た来たぞ、シュート、よいしょ、素晴らしい、3点取った。これはなんか、なんかね、これ試合レベル1個上げてもいいんじゃないのかなとか思っちゃうけど、クリア、オッケー。しかしまたボール持たれて、守備を、危ない、このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかった。さあ、とりあえず前半 3-0 でまさかの大爆発したけど、まあちょっと試合レベルもう一回確認しますけど、前半が終了しました。おそらくね、いいと思うんだよね。後半戦キックオフです。さあ、後半戦、まあでもね、これおそらく勝てるので、3失点はね、よっぽどがない限り大丈夫だと思うんだけど、まあ何が起こるか分かりませんけど、危ないな、取る、ナイス。さあ、カウンター、しっかりカウンターしていこう。右サイドが弱い、ほんと。インターセプトされました。あー、ダメか。ポグバレアル、これまで所属していたクラブは
マンチェスターユナイテッドです。だよね、ユナイテッドに行ったもんね、はい、この補強は大きいですよ。ポーグバがレアル行った、すごいことになっとんな。さあこれは左サイドでしょう。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。いいよ、抜いてくるっと回ってシュート、よーし、ゴールゲット。いやこれはこれちょっとね、どうしようね。あ、決めたじゃん、16番。一応新加入よ。いやーでもね、なんか、パート1、パート2とか見てる限り、そんなになんかね、こんな楽ではなかったような気がするんだけどな。ここは、コーナーキックだね。さあ、このチャンス。決めよう。惜しい。一回パス出してのシュート。ここは一回戻す。いけるか。中を確認したい。来た。よし。ベロッティ。ディフェンス直撃。切れてるよ。いいよ。ゴール前。来た。二点目。惜しい。なかなかいいシュート打てるじゃん。クロスでヘディング、おい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 、大爆発しておるぞ。来た、ヘディング、キーパーが止めました。おーし、よいしょ、止めたが、おい、さあどうなる、ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快に、どうした。今までこんなんなかったのに急に。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。急に6点取った、やば、ような形になってしまいました。監督も怒ってると思いますよ。ちょっとこれやばいことになったな。この試合に関しては力の差が出てしまっています。そんなになんか点取れるような感じじゃなかったのに。あー、ここで試合終了。6対0ですよ。ちょっとやばいな。試合レベル確認しますね、これ。さあ、開幕戦後のインタビューです。プレシーズンの結果を受けて、ゴージャックにはレギュラーに定着する期待がかかっていましたが、今日は残念な出来のものでした。彼のプレーは、いずれ自信をつけるでしょう。うん。トップレベルで戦うために必要な自信をいつか身につけてくれると信じています。実力はすでに分かっていますと。2ゴールを決めて勝利に貢献したベロッティ。今日のヒーローと言って間違いなさそう。何かコメントをいただけますか？まあ、ベロッティはね、うん。まあ、チーム全体がね、うん、素晴らしい活躍を見せてくれました。全体を褒めたいと思う。ベロッティは目立ってました。しかし、サポーターもご存知の通り、強かったと。今日はライバルを圧倒する内容となりました。はい、この試合に向け、次の試合ね、あ、この試合に向けて、厳しく重要じゃない、等しく重要。相手がライバルかどうか関係ありません。どんな試合でも同じように準備するだけ、対戦相手に左右されないようにすると。はい、ということでね、問題の試合レベルを見ていきましょう。はい、試合レベルなんですが、ワールドクラスになってますよね。これで今戦ってたんですけど、レジェンドアルティメット。これさ、レジェンドにしたらね、相当きついと思うんですけど、どうしようかな。ということで、まあ次の試合は、一回レジェンド試してみようか。まあ一勝できたのでね、まあ6対0っていう、圧倒的だったのでね、ちょっと、まあでも次インテルだよな。それを考えたらまあ、ワールドクラスでもいいけどかもしれないけど、まあ、一回もう一回ワールドクラスかな。で、強いインテルにもう圧倒するようなことがあれば、レジェンドにしようかな。っていうので、まあ切り替えながらやってってもいいのかなとは思うんですけど。はい、やはり次の試合、難易度をレジェンドにして、インテルと戦いたいと思います。はい、それでは、
インテル戦のスタメンこんな感じなんですけど、キーパーシリグ、そしてディフェンスが、ブレーマーそしてアンサルディブレーマー、そして NKOULO ナコールベボボジョボジョボダ全然読めねえ、リネッティ、そしてリンコン、メイテ全然わからんな、ベルディそしてゴジャクで、ベロッティがトップということで、まあこの布陣でいきたいと思います。はい、それではいきましょう、試合開始です。今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはセリエ A の一戦、トリノがインテルと戦います。こういう試合を待っていました。さあということで、強豪インテルとの試合なんですけども、いきなりね難易度を一つ上げるという選択肢を取りました。ワールドクラスからレジェンドに変えたんですけど、まあ、それがどうなるか、まあ、この試合でボッコボコにされたらまた戻すかもしれないんですがっていうところでやっていきましょうか。さあ行きましょう、ベロッティ、トリノボールでね試合が始まるということで、キックオフ行きましょう。まあ何せね難易度1個上がってますから、それがどう出るかっていうところ、まずはしっかりボールを回していこう。カロル・リネティ、左サイドからの攻め、ボールをサイドへ展開します。縦来た、ちなみに別日収録になってます。1個前の試合と日付が変わってるんですけど、若干の寝起きです。OK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 、しっかりボールをキープしてカウンターを仕掛けていこう。ただもうインテルはディフェンスが揃っている。アンドレア・ベロッティ、さあパスは出してきたんじゃないの、し巻いてね、縦、ボジョダのクロス、ヘディング惜しい、全然いいんじゃないかなって思ってますけど、シュート、どうだ、惜しい、こぼれ球を OK あら、いったぞこれ、素晴らしい。いや今のすごいシュートが、ね、キーパー弾かれましたけど、しっかり詰めてゴール、素晴らしい。よしよしよし、いいじゃん。さあいい時間に先制点が出たね。いいよ、しっかりボールは見えている。めっちゃパス出すな、うわやばい、オッケー、うまくボールを奪った、縦カウンター、カウンターのチャンスが巡ってきた。どうだ、右サイドのパス、いいぞ、上がっていって、ドリブルでボールを持ち出しています。クロス上げて、惜しい、待って、危ない、グー、うわわずかに枠の外へ、それてきました、危ねえ、オッケー、ルカク、危ない、素晴らしいセービング、てかルカコールもね、やばいな、よく防いだ。さあ前半これで、中に入れた、危ない、シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました、危ないよ、ビダル、ビダルもおるし、ジェラール・モレノ、危険、オーキョ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 、なんとか、なんとか前半を1対0でリードで、いいじゃん。さあ後半行きましょう。さあ後半です、いやまあこのまま行けばね意外に勝てる気がする。ここのところパス出して、もう一個あそこでアイデアが欲しいな。いやーでもどんどん抜けてきたな、インテルが。アレハンドロ・サンチェス、こうなると危険、競り合いになりました。ルカク怖い、ルカクがゴールに向かう。さあしっかり守って、
にゃ。エリクセン、危ない。いいクロス。いやー、これは入るよね。インテルが追いつきました。いやー、ちょ、守備難しいな本当に。さあ、同点に追いつかれましたけども、まだね、全然可能性あるので、いいよ、仕掛けてくるのか。出しといて、ベロッティ、ソワリオ巻いてに出したかった。危ない。めっちゃ抜けてくるもんね。危ねえ。さあ、そして一気に3人変える。ここでフレッシュな選手3人入れて、もう一気に畳みかけよう。1点取りに行くサッカーをやっていこう。そう、危ない。もうルカクのポストプレーエグかったね今。危ないね。お前そこ繋いでくるかいや。いやー、これは決められたな。まだ追いつけるよ。2分、ロスタイムに。なんでそんな戻す。いやー、ちょっとさあ、インテル保守的になるな。インテル作れますか。危ない。ルカクにチャンス。いや、守るのが精一杯か。まだ危ない。主審がオフサイド。いやー、オフサイドだけどさ、もう時間がないんですよこれ。くそー。あー、試合終了のホイッスル。いや、でもまあ、微妙だな。でもこれどうするかな。まあでもワールドクラスで6対0だったんで、ちょっとこのまま続けようかな、レジェンドで。さすがにアルティメットまで上げることはないと思うんですけど、一旦レジェンドで1年回しても面白いのかなとは思いました。まあインテルなんでね、うん、格上相手によう戦ったっていう感じですけど、まあ、ただ攻め手がなかったっていうのは、ちょっと気になったかな。はい、ということで今回もまた2試合やっていきましたが、まあ、動画時間のどうなってるかわかんないですけど、まあ、できれば20分前後、まあ毎回言ってますけど、に抑えれればと思います。試合が開始されます。はい、そんなわけで今回ここで終わります。お疲れ様でした。さよなら。